なのでどちらに絞るかなんですね、はい、なるほど。153キロですか。これはうちは右の肘の手術をしてね、もう去年はほとんど活躍がなかったんですが、はい、いや手術明けにしてやっぱり、ね、さすがのボール放ってきますけど ね、下園もなかなか選球眼には定評はありますが、ボールワン152キロにフルスイング。高崎も、まあ、高崎に出た代打ですから応援に回ります。一方の成瀬は気が気ではありません。一本ヒットが出ますと成瀬の勝ち投手の権利はなくなります。いやストレート自信があるのか、やはり森さん3球続けましたね。そうですね、まだ変化球って一つもやっぱり投げてないんですよね、はいはい、怖いのはですね、一つもまだ変化球投げていないので、その変化球が引っかかって、はい、例えばパスボールであったり言われる可能性も、はい、まあ、あるんですよね、はい。大きく外れまして、今の4球目もストレート。まだ変わってから6球全部ストレートできております。うち1点差、ゲームの流れ分からなくなってきました。1点差、ここで初めて変化球。ちょっとね、弾けめに来ましたね。ストレートはなかなか前へ飛びませんで、ファウルが続きます。下園のシーズン2度目のマウンドですが、一軍へ合流して間もないこの内、大変な状況。点差は1点。スライダーで空振り、同点はなりませんでした。ベイスターズラッキーセブン、